サッカースペイン一部リーグ、レアル・マドリードのカルロ・アンチェロッティ監督が FIFA に抵抗、クラブワールドカップ、W 杯に出場しない考えだとした。イタリアシール・ジョルナーレとのインタビューで話した。インタビューで同監督は、FIFA は選手やクラブがこの大会に参加しないということになるのを忘れている。レアル・マドリードは1試合だけで2000万ユーロ、約33億8000万円。 の価値があり、FIFA はその額を大会を通して出すつもりでいるが、答えはノー我々と同じくその他のクラブも招待を断るだろう、としている。スペインのスポーツシマルカによると、FIFA はクラブ W 杯へ参加するチームの配当について欧州クラブ協会、e カ a と協議しているが、レアルマドリードはこの組織に加入していない。